今回はアニメ呪術廻戦の第43話を完了した人の反応を紹介します。いろいろ言いたいことあるけど、まずは沙織ちゃんがクソ可愛かった。沙織ちゃん、お姉さんぶりたい中学生可愛いよね。悪くなかったが明るめで辛い。悪くなかったの言い方クソかっこよかった。なんか釘先が原作よりもしっかり死んだ感があって辛い。改めて見るとつれえ。頼むから釘先マジで戻ってきてよ。ここら辺の回想原作ではテンポ良くなかった気がするけど、アニメで見るとのバラの死亡が際立って良い演出に感じたな。普通におとりで誘い込まれてしまってるの。まあ戦闘経験の差だよな。まあそこに関しては真人が一枚上手だよね。なんか原作よりエモかったな。野原パートになってから作がずっと良かった。ランドセルの下りがイケメンすぎる。野原ちゃんは呪いを残さなかったんだな。ギャグ予告で絆をしてるところあったのに今回ギャグ要素皆無で辛い。小学校時代のクソガキ野原めちゃくちゃ好きになってしまった。かわいい。バトル描写好きだわ今回の。板取りのスピード感あったのと、釘の演出が綺麗。原作だともっと希望ありそうに見えてたんだがアニメになると一層絶望的で辛い。一緒にゲームしてたお父さんのことはどう思ってたんだろう。もともと外から来た人間だし、文の父だし、田舎しそうってわけでもないから普通じゃない。少なくとも悪感情はないかと。階層の静かな感じ好き。未練も悔いもないわけないだろうに、その上で悪くなかったと言い切れるのはいい意味で高校生の精神レベルじゃない。かっこよすぎる。まだ高校生なのにこんなひどい目に遭うのか。このお話全般的に子供がひどい目に遭いすぎなんよね。ふみちゃんと一緒に沙織ちゃんに会いに行くんだろうが。死ぬなよ。やっぱ猫の過去編って人間ドラマとしてのクオリティめちゃくちゃ高いよな。まあその分そのキャラに感情移入しちゃってひどい目に遭うんだけども。ラストの板取りのまだ現状を認識できてない感じが最高でした。死ぬほど入り込んでギャン泣きしてしまった。ダメだろこんなの。こんなところで死んだらダメだろ。まだこれからなのに。原作で展開知ってたから平気だろうと思ってたら無理やった。送り出して半年足らずで孫の訃報を聞かされる野原のばあちゃん辛すぎん。みんなは水色嫌いみたいとかじっとり目のワードセンスがすごい。てか平成の後半にもなってランドセルの色でいじめって田舎やべえ。田舎のすべてがそうじゃないけど、自分の田舎は平成後半でもランドセルの色は黒か赤の二択だったよ。それ以外を選ぶとマジで陰口叩かれる。地主の子かお寺の子は許されてたけど。呪術ってやっぱバトル漫画というより人の心のドロドロを描くお話だよなって思う。バトルもかっこいいけどさ、展開知ってたはずなのに、釘先が死ぬまでの間が完璧すぎて声が出なかったわ。二週連続で味方側のメインキャラ死亡するとかアニメ勢の状況が不安になるレベル。赤飯云々は実際どうやってそういう事情を知るんだろうっていう気もさがすごい。そら身内がいいクラスんやで。親よりジジババから漏れる。むしろ知らないことの方がないレベル。店が限られるやん。生理用品買う量が増えたり。沙織ちゃんはお人形さんでも聖母でもなく、お姉さんぶりたくて背伸びしてた普通の女の子だった。でも野原ちゃんとふみちゃんのことが大好きなのは本当だったし、二人も現在の沙織ちゃんに会っても失望するようなことは万に一つもないだろうとわかるのがいい。会えたならね。赤飯はふみちゃんが生理でもらったの？おばあちゃんが孫の生理のお裾分けで持ってきたの？一つ目じゃないかな。別に所長来たとか一切話してないのになぜか近所まで広まってる気持ち悪さ。真人を放っておけば死ぬことはなかったけど、あそこで真人を追いかけずに放置するような女じゃないからな。釘先のバラは、のバラは幸せだったのだろうかとかそんなことばかり考えてる。先週のナナミンのことを引きずってるのもあるけど、あの最後で本当に良かったのかとかそんな考えがぐるぐるしてる。あまりに若すぎる。儚すぎる。板取りもそうだけど10代の少年少女が背負うべき苦難じゃないすぎる。情緒がおかしくなる。助けて。これ来週の回想で伏黒、釘先、五条は2期の出番終わり？辛すぎない？赤飯の下りはずっと田舎で暮らしている家ならわかるけど、ふみちゃん家族は引っ越してきたからお母さんが話したとは思えない。
でもまあ田舎だからどっかで話が漏れたのか。生理用品を買うところ見られたとかもあるな。偽物と交代したから釘先は触られることに警戒してなかったとかいう慣れがなかった。堂々とお兄ちゃん、二人が早く来てほしい。畳みかけるように板取りの心折りに来てたんだな。そしてとてもうまく運んでてクソ。めちゃくちゃ辛いのにこの頃の呪術って今にはない味があるんだよな。吹っ飛んだ目玉しっかり描写されてたね。ここまでなんだよな。板取りが自分の存在を肯定する類の発言を心の中でつぶやけたのは今日この時までなんだよな。ここからの板取りの人生は全部自戒によるものに変わり果ててしまうんだ。ちょっと現実認識すると辛すぎるから横になるね。今週くらいの盛り具合がちょうどいいよな。先週はちとやりすぎだ。真人のアホくさはセリフで聞きたかったが。大人沙織ちゃんの髪型が素敵だ。沙織ちゃんは今でもオシャレだな。釘先もファッション好きだし、自分のことも好きなのによりによって顔を攻撃されるとは辛い。七人が目の前で亡くなってる上、一緒に戦ってる仲間がいる。ありがとう釘先したところで目の前でその釘先がなくなったからほんま。まあだからこそブラザーが担い入れに来るまで、メンタルお化けの板取りにしては珍しく戦意喪失するレベルで、心ボキボキに折れちゃったんだよねここ。そりゃ自分のせいで渋谷壊滅大量殺人の上、恩師の七人も間に合わず目の前で死ぬ。同期かつ戦友の釘先も目の前で殺されるとかそりゃ心折れるわ。板取りよくここから持ち直して戦えたな。東堂ほんとすごいわ。東堂のお帰り好きなんだよな。まさにブラザー。東堂早く来てくれー。次週東堂が出るのも楽しみすぎてな。伏黒は結果的に助けられたけど渋谷での伏黒と釘先の最後覚悟決まりまくってて格好よくて好きだわ。釘先の復活も諦めてないけどな。東堂とお兄ちゃんは悲劇演出が似合わないから板取りの心折り要因にならないでいられてる。命かけて戦ってる最中に冷静にいろいろ分析してお前分身か何かだろって見抜く釘先すごいよ。釘先復活を願いたいけど散り際が最高にかっこよくて。田舎の人間関係ってマジめんどくさいよね。でも田舎はダメだってだけに思わせといて。のばらちゃんの憧れの沙織さんの視点から見たら田舎の動向よりも、スピリチュアルでオーガニックな母親への苦言が出てきたり、多かれ少なかれどっちも問題抱えてるのを匂わせるバランスが良い話だった。顔面吹っ飛ぶとき後ろからのアングルだったから、ああ原作よりマイルドだって思ったけど、来週の冒頭でわざわざ原作と同じカット使ってくるかもしれない。震えてる。釘先の援護で折れかけたメンタルを克服し、いつもの調子を取り戻した板取りに対し、友なりの予想外のダメージに動揺を隠しきれず防御もままならない真人。これって、ああ、板取りの勝ちだ。逆転敗北フラグやめろ。東堂はよ来いはよ来い。って思いながら見てた。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。